漆黒のジェイル。私の名前は及川小太郎、21歳。妻と二人で暮らしている。ヨーコ、空襲警報だ。隠れるぞ。時は1945年、第二次世界大戦の真っ只中。我が国は敗戦ムードが漂う中、軍の動員の確保を続ける。これでは足りん。追加招集してくれ。はい。その数は700万人を超えた。まさに総力を挙げて国に尽くすという精神だ。こうした状況下において、私は町役場の職員で赤紙配達人をしている。招集令状を持ってまいりました。司令部の指示を受け、招集令状を配る仕事だ。招集令状とは、軍隊が予備役を招集するために国民個人宛に発布する用紙で赤紙と呼ばれるもの。国家の至上命令であり、これを拒否することはできず、受け取った者は兵隊となり戦争に行かなければならない。20歳になると徴兵検査を受けるのだが、私は病気がちだったため徴兵資格を得られなかった。お国のために戦えないなんて、くっそ。そのため役場勤めであることから、赤紙配達人の立場で我が国の勝利を目指している。赤紙配達の日は軍の計画に基づいて夜8時過ぎに司令部から警察を介し、必要な動員人数を指示される。追加で市内の10名を招集だ。はい。全世帯に配るのではなく、徴兵検査を通った市民名簿から必要な人数だけを選出し発行配布するのだ。赤紙には招集される者の氏名と配属される部隊名、部隊に出頭すべき日時などが記載され、裏面には伝染病などの理由で期日までに部隊に出頭できない場合の連絡先などの注意事項が印刷されている。司令部初の招集がかかった後、書類を準備して配達を始めるのは夜10時を過ぎる。よし、あの交差点の先の家か。人々が寝静まった頃、事前の通達もなく突然対象者のお宅を訪れるのだ。もし私が夜家で寝ていて、いきなり赤紙を届けられたらどんな気持ちになるだろう。私だったらパニックに陥るかもしれない。いつもそんなことを考えながら家を回っている。対象者の家に着くと玄関扉を叩く。すでに寝ている場合が大半だ。ごめんください。就寝していても叩く。起きてくるまで叩き続ける。ようやく対象者が玄関先に出てきた。やりとりはというと、大抵の場合はこうだ。招集令状を持ってまいりました。おめでとうございます。家の人が出てきたら、私はこのようにして赤紙を広げ手渡す。すると、ありがとうございます。あなた、よかったわね。受け取る側は感謝の言葉を述べ、赤紙を握りしめる。それも大抵は本人、家族とも涙を流しながら。どこの家庭を回っても同様の言葉が返ってくる。ありがとうございます。お国のために死んできます。光栄なことだな、ひろゆき。それもそのはず、国のために出陣することはこの上ない名誉であるからだ。しかし中には、赤紙を渡された瞬間呆然と立ち尽くす男性もいる。あなた、名誉なことですよ。ありがとうございます。突然のことで状況がつかめないのだろうか。家族に励まされ、ようやく理解を示すことも。こうして一通りこの日の配達を終え、役場に戻る途中、私は耳を疑う場面に遭遇した。いやだ、戦争なんて行きたくねえよ。先ほど配達を終えた家の中から泣き叫ぶ声が聞こえてきた。それが数件あったんだ。やがて私は何十通と赤紙を配達しているうちに、抱いてはいけない疑問を抱えるようになった。ありがとうございます。本当にみんな戦争に行きたいのだろうか。溢れ出したそれは本当に嬉し涙なのだろうか。だって本人の希望、意思を確認することもなく、突然一方的に召集を告げられるのだから。ご活躍を願っております。失礼いたします。受け取った全員が心の奥底から感謝の意を表すなど、少し無理があるのかもしれない。ただ一つ言えるのは、召集は国の命令であり、たとえ怖くても戸惑っても行かねばならない。もし理由なく召集に応じなかった場合には、罰金刑もしくは拘留に処せられる。赤紙を受け取った者は家族や近所の人たちに盛大に見送られる。我が国のために行ってまいります。行ってこい。行ってらっしゃい。その瞬間から兵士となり、訓練を受けた後に戦場へ向かうのだ。どの家庭も働き盛りの息子や夫を軍隊に取られ、戦場で命を落とすかもしれない不安と向き合っている。あら、死神がいるわよ。あの人のせいで戦死したのよ。息子を返してほしいわ。実際に命を落としたことで、配達員の私が市民に恨まれることも少なくない。罵声を浴びせられることだってある。そう、表向きはこの上ない名誉だと言うけれど、赤紙は各家庭の運命を左右する一枚。国の命令とはいえ、各家庭にとっても配達人にとっても恐怖の紙切れなのだ。戦争なんてなければ、家族も突然召集されることもないし、私だってこのような仕事を任されることはなかった。それでもお国のために、おめでとうございます。ありがとうございます。やらねばならん。勝つまでは。